はい、それでは三国志14 with パワーアップキットやっていきたいと思います。シナリオ群雄割拠を孫策軍で、プレイ中です。今この赤いエリアが我ら孫策軍の領土となっております。はい、前回はこちら劉表軍の武陵をですね、まあ攻めようと、まあ今城の方に迫っている状態ですね。はい、でこちら、そうですね、今迫っている状態という形です。で北の方に目を向けると、曹操軍が、まあ、攻めてきてますので、まあ、その軍勢を、まあ、今迎え撃つようなそういう感じですね。こちらは、孫策軍と、あとこちら長郷軍を今出陣をさせています。で、こちらもですね、かなりたくさんの兵が出てきてるので、まあ、それをどうするか、撃墜する形でちょっとやっていくんですけど、とりあえずもう一つ、あ、これ今ここに建設してる。弓矢倉をここに今作ってる状態。まあこれ一個作っておけばなんとかなるかな。あとは火縄とかもねあるんでね、この辺作っとくか。これ火縄ってこれ隣に作れるんだっけかな。ちょっとやってみましょうかね。今ここにこれなんだ、弓矢倉を作ってるんですが、その隣にこの火の、わかった、まあそうですね、それを作れるかどうかちょっとやってみましょうかね。で、呪春から出陣しようと思うんですが、もう兵士がいないんですね。そうすると、この露光から出陣するような形になるかなと思うので、ちょっとね、露光に、さっき仲間になった、リクソン。こいつですね、をちょっと送って、ね、リクソンをまた出陣させようかなと。行ってまいります。まあ2万6千あるので、ちょっとね全体的に兵不足ですよね。ここ1万3000あるんだね。これ5000送ろうか、これ。兵士が1万3000あるので、一応5000ほど、ここに送りますね。向かおう。はい。で、あと、こちら、霊領の方も、米が、まあこれ届くのでいけますね。でここ、あ、そうか、人材、ちょっと報奨とか見ていきましょうか。これはかたじけない。で、東洋、うん、こいつ東洋できそうですね。ちょっと東洋しましょう。あ、これどうしようか。まあ3人行けばなんとかなるでしょう。参ります。はい、これね、今武陵の方にこれ今援軍が来てるんですよね、9700。だからもうこれが来る前に武陵攻撃しましょうか。もうも
もうちょっとね待とうかなとも思ってたんですけども、まあ兵ももう出尽くした感はあるので、これで多分もうマックスでしょう。なのでこれを総攻撃を仕掛けましょうか。これどうするの？こうでしょ？これでここね、攻撃承知した。でこいつがどう来るかですけどね。どうした？ちょっとこの人だけは中継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 で、でここまで来て、そうか、5回までしか選べないですね。これでいきましょうか。でこれで中継で、でこっち攻撃、心得た。そうするとここにいると多分こいつが輸送のね、あの間に来るので、なんとか防げないかな。であとはもうこれ全部攻撃に回っていきましょうか。でこいつはまあとりあえずここ取るから、取ってここ行って、まあここに待機ですね、しばらく。いやいや待機しなくていい、まあまあ、そう、まあとりあえずここまで様子見ましょうか。でここは兵糧が5万あるので、まあなんとかなるかなと。まあここだよな、これがこう来るでしょ。こいつが、ここに進軍、あ、中継して、こう攻撃。承知した。で、孫策は、こう、ここを中継して、ここを中継して、こう攻撃。こう行きましょうか。分かった。ね、ここでこいつを挟みにするような。この守礼軍はとりあえず無視しときましょうか。あの周遊軍を今退却させてるので、あのこれ着いたらすぐまた、出陣しようと思いますんで、それでこの3000の兵を叩くと、それでいきましょう。あー、だから兵がねちょっと足りないんですよね。これ26000、15000、この辺からかき集めてももうそんなにいないですもんね。困ったな。徴兵はみんなしてるので、まあこの辺は徴兵してますよね。ここは、ここも徴兵してる、ここがしてない。ここもしてない。まあしてないよね。いいですかねこれで。で霊領でちょっとお金がないので、霊領でちょっと探索しましょうか。霊領、まあ5人も行ってんだね。これ13、14とか結構な日にちをかけていくから、まあいいか。向かおう。よし、じゃあこれ総攻撃かけますので、でどっちを注目するかというと、こっちがまあこれ来るから、ちょっと一回進軍でこれがどう迎え入れるか。容赦もない。混乱失敗終わりましたね。死者が面会を望んでいます。あれ逃げたな。ん、
お、なんか小遊軍が貢ぎ物を持ってきましたね。まあ承諾しときましょう。受け取らない理由はない。誠心誠意お仕えします。あれどこなってんのこれ。取りかかる、待機せよ。あ、こいつだけ来たんだ。これを。流氷軍がロコへ向かってます。だってあーもうめんどくせえな。これ火縄って持ってきた。あ、持ってきたんだ。ひなわができたっぽいですね。ちょっとひなわこのままだとこれ通ってきたらひなわが我々も やられるってことになるのかな。中継補修承知。じゃあ一旦これ引きましょうね。ひなわにこっちもやられるの困るんで任せろ。で対指示をここに。陣をもう一個作りたい。ここに作るか、ここに作るか。弓矢倉をもう一個作っときましょうか。ここ、ここ。承知した。で、こいつが、まあ、攻めてくる可能性は高いですけど。あ、今、あれしましたね。あれ？なんか俺も持ってるのと違う。まあ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 、いいっちゃいいけど。なんかちょっと違う感じです。はい。じゃあ、こいつを追い払いに、出陣します。周遊でいいと思います。周遊で、1万しかいないので、まあ、8000ぐらいでいきましょう。8500。で、ここを中継して、こいつを攻撃。で、いいと思います。いざ勝利をもたらさん。で、こちら、ロコに、今、攻めてきてるので、テーフでいきましょうか。テーフで、まあ、5000ぐらいでいいかな。5000。こいつなんで、まあ一応ここに進軍しときゃいいかなと。ここに、まあここに多分来るので。出陣だ。で、あとリクソン。ですね、リクソンに、ちょっと武器あげようと思います。もうリクソンは、ちょっと見ますけど、あれ。報酬がありますね。ちょっと報酬上げておきましょう。これはかたじけない。人材かな。あ、名品。ああそうか。孫作が今出陣中なんで武器上げれないですね。なるほど。もうちょっと待つ。どうしようかな。リクソンは今後の、もう中心になる武将なのですげえ期待してます。1万4000と置いておきましょうか。知力がもう半端ないんですよね、リクソン。これで統率も96あるんでかなり強いはずです。ただね、武力がないんですよね。ちょっと見ましょうか。武力が71。まあまああるか、でも。この両毛がね、どこにいんだかな。ほら、20歳。
これは絶対活躍するはずなんで、ここに前線に送りたいんですよ。兵はまあ1万1000ぐらい。あ、セーランマンだ。なるほど。核翼眼光。眼光でいきましょうか。これ眼光だと遠距離攻撃が強いというふうになってますんで、まあ、直接あんまり戦いたくないっていうのもありますよね。武力があんまりないんで、あ、一騎打ちとかには向かないんですよね。でとりあえずこいつは陣を敷くように、ここに陣を敷きたいので、皆の者出陣です。よし。で、あいつで残りが11,300。結構辛いよね。まあでもしょうがないですよね。そんなにいないと。ああそうだそうだ。これどうなった？あ、ちょっとまだこれ届いてないんで、なんとかなってますね。そしたらちょっと家計とか行きましょうか。長領はまあまあ頭いいんで。ここに家計を仕掛けます。それとあと、まあ、孫権もまあまあ頭いいから、じゃあこれ家計分かった。よし、こう2人で家計を仕掛けましょうかね。でこいつが、あ、ここ取りましたね。ここ取ったんでちょっと人配置しますね。多分再送なんで、最初、あ、ここも満タンやね。そう。ここに、まあまあ、土地占領がある長江にしましょう。長江商業でいいかな。で、あと、まあ、ここに、残った人がいないので、まあ、ここはもう、なしにしておきましょうか。はい、じゃあここ決定します。バシッと、お任せください。お金はどうなった？ちょっと増えましたね、お金ね。兵糧がこいつが1万2000運んでくるから、まあ5万ぐらいになる。でさらにここもここも運んでくるので、まあなんとかなるでしょうね。兵糧の方は、あとは兵隊か、兵力がちょっとどうかっていうところがありますけど、ここ歩兵してる、歩兵してるね。ここでも歩兵したいんですけど、人がいないのかな。うん、人がいないですね。まあこれしょうがないですね。まあ、ここ6000になったので、一応5000輸送します。兵5000、まあ4500で、お金が6万ある。あ、違う違う、お金が2000かで、兵糧9万。兵糧9万、まあ2万ぐらい持っていきましょうか。でこれをここ向かおう。よし。で、こちらも5000貯まったので、一応、これも輸送します。兵士5000。まあ、4000でもいい。4500。で、兵糧5万あるので、まあ、2万ぐらい。はい。で、これを、どこに行くか、どうしようかな。こっち。まあ、ここですかね、やっぱ。
ここですね、ここに行きます。まあ、5戦ずつですけど、まあ、チリツモでいきましょう。で、ここも5戦いけるんだね。こいつはどった？あ、こいつ5戦、あ、そうかそうか。あ、そうかそうか。なるほどね。OK。これはちょっともうちょっと待ちましょう。ここをね、どうなんだろうね。まあまあ、そうか。ここも1万いるんですけど、まあ、ここはですね、ここに、あ、ここに送ろうか。まだいいか。はい。そしたら、こっちの方は、一旦これ引いてこれでしょ。で、これはちょっと引いて、これ来るのをちょっと待ちます。で、こいつはここにもう一個弓矢倉を立てて、で、リクソンが出陣してきて、で、ここの、効果から、効果から来てるのは、まあ、3000、4000ぐらいで迎え撃つと。いう感じでいきましょうかね。じゃあまた、あ、東洋いけないかな。東洋。東洋97か。ちょっとダメ。で、さっきね、東洋したやつがいるんですけど、まあ、それまでいいか。そしたら探索します。探索をどこで行くか、ね、霊王ちょっとあれなんだな。ジュシュンで行くか。うん、これで行きましょう。出立いたします。で、お金をちょっとでもね、稼ぎましょうかね、はい。そしたら、どこを見ましょうかね。やっぱこっちですかね。ちょっとこいつがここで、まあ多分このターンで終わるので、ここを中継して、どこの辺まで行こう。もうちょっと前まで行っておきましょうか。この辺の陣取り。やってやろう。はい、じゃあ行きますよ。はい、進行。こいつをまず止めたいんですよね。なんとか。よし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 。あれ？あれ、イケジ？大丈夫？あ、結構強い。まあ、でも勝つだろう、これ。10ぐらい。カガンの超春雷、ここに10ぐらい違うよ。どうだ、いいよいいよいいよ、よし。まあまあまあ、これ士気が下がるんだよね、多分。捉えるまではいかない。あれや、何今の。おしおしおし、なんか出た。そう、後ろ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 、あれ、後ろやで、後ろ来たんだよ。報告がある。うん、うん、自主にまた来た。ちょっと待って、後ろやで、こいつ。ちょっと待って、これをどうしたいんだろう、これ。ここがん、ここで止められないんかな、攻撃。承知。無理かな。どうでしょう。火ついてる。あ、火ついてますね。よしよし、こいつがここに来る。うん、それでいい。兵糧もなんとか持ってますね。まだこう来ますからね。よしよし、いいよ。で、こいつ、調査からも出てる。うん、大丈夫。で、再送からも出てる。大丈夫。あれ？あ、いますね。これ、ここ来ますね。はい。で、リクソンも出てきた。あ、これでここが今戦ってる感じ。いいですね。あ！陣がなくなった。うわぁ。陣がなくなった。まあいいか。陣なくたって勝てんだろう。これ、
ここ中継で、こう攻撃で、いやでも契約しかいないからな、あんまり関係ないか。で、出陣してきたのまた、あまた陽気出てきたな、おい。これ出てきた、これ。オッケーオッケー、できたできた。で、こいつは、お、できたね。よしよしよし。で、これ今火に当たってるから、ちょっと待ってね。これどうしようかな。ちょっと待機しときたいよね。郊外軍もここにいるから。で、ここできたでしょ。命令かな。ちょっと陣を作りたいな。陣。ここに陣作ろうとしてんのか。もう こいつもここに陣作ろうとしようする。そしたらどうなるのか。これ今リクソンがこう来てここに陣作ろうとしてるんですけども、その前に大使寺が作ったらどうなるんでしょうね。ちょっとやってみましょうか。こいつ途中で止まんのかな。ちょっとやってみましょうね。うわぁ、これめっちゃ来るな、これ。炎症？炎症が来てるけど。また厄介なやつが来とんな。また火縄でもしておこうか。どこに仕掛けようか。ここかな。あ、仕掛けられないんだ、ここ。なんてこったい。こんなところ仕掛けてもうたら、せっかくの弓矢倉はちょっとダメだね。まあ、じゃあここで迎え撃つか。よし。で、こいつはここまで来て、はい。いいね。東洋誰かいるかな？いませんね。ちょっと兵糧変えるようであれば買っときたい。で、もうちょっと変えないですね。ここは。ああ、ここもちょっときつい。ここは。ちょっとこの辺、会計とかって内政してる人いるのか。ああ、結構まばら。ああ、あと何人足りない？あと3人足りないですね、ここ、会計はね。どうしようかな。会計に人呼びましょうか。呼び寄せ。3人足りない。担当についてない人がいいですね。あ、これ政治力結構あるな。もうどうでもいいやつがいいんですよね。1、2、3と言いましょうか。講師？これ講師ってなんでこれついてないんだろうな。こいつどうでしょうか。じゃあこの3人を言います。行くか。で、今見たら1人これ担当官ついてないですよ。今こいつの代わりに入れましょうか。プラスに。まあ農業でいいか。で、ここはもう満タンなんで誰でもいいと。で、こいつにしましょうか。3。どうしよう。農業にしようか。で、これで全員、揃いましたね。で、徴兵はしてません。歩兵はね。で、商人、ちょっと兵糧買っときましょうか。あ、1人しかいない。もうダメだ。はい。そしたら、ここがどうなるかですね。この輸送隊をなんとか止めたい。で、あとは包囲して、まあ攻撃したいという形ですね。
でこっちが問題なんだよな。まあいいか。そしたらまた探索で終わりますか。探索って言ってもね、樹脂まあいいか。あ、間違えた。ちょっと待って、あれ惜しくないな。いいのか。あ、いいな。出立いたします。そしてここはどうなるかちょっと見ものですね。ちょっと進行しますね。本当はこれ攻撃したいんですけど、これ火の手がすごいんで。ただね、これ弓矢かで攻撃してんじゃないかな。どうなんやろ。これエリア入っ、あ、逃げてった。あ、逃げてった、みんな。あ、みんな逃げてった。よし。城壁が壊れましたね。みんな逃げてったな。命があってのひとまずに伸びた。ああ、外交ですね。やっぱりカンタ君の方がいいですね、これね。あ、火消えた。よかった。よし。報告がある。劉表、孫策、樹春ね。これがまた来た。ほら、4万、1、10、100、1000万。いやー、また来たっぽいな、これ。よし、あと80。そしたらですよ、どうしようかな。一旦孫策は退却します。やろう。で、こいつで弓矢ぐらいにしようかな。違う、まず陣を作ろうか。陣をまず作って、どこに作ろう。陣を作って弓矢倉にしたいよな。ここにする陣、いや、ここ、あ、そうか。じゃあここにして、ん、ここに陣します。で、こいつちょっと返そうと思ったんですけど、やっぱり弓矢倉ちょっと作る、ここに作ろう。承知。で、リクソンが来てるので太子城一回返しましょうか。3000。兵糧はまだ大丈夫かな。19万。こっちは16万。全然大丈夫。さっき会計に人を呼んだんだっけ。まださすがに到着はしてないですね。これどうやって他のやつを見んのかな。お、これかな。違うな。ちょっとわかんないな。これ他12人がなんかやってるんですけども、その12人が見えない。よしよし、いい感じで。よし、ここはちょっと商人兵糧をうんと買おう。うんと買おう。吉報をお持ちしました。こっち側も買える。もう一人。いや、少ねえな、おい。5000しか買えない。上々だ。高いのか。高いのかな。ここも買える。あー、お金がない。霊領でちょっと探索行きますか。
でもね大丈夫だろ、こいつも来るしこいつも来るし、ただお金はちょっといるんで、まあ、霊寮でまた探索ちょっと行きますかね。あれこれどうなった今、あこれ見れなかったな、どうなったんやろ、楽なんかな、やろう、やっつけたっぽいですね多分。そしたら探索しますね、霊寮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 で日数がこれで結構いくな結構いきますね、まあ行きましょうか、はい、向かおう、よしで多分これ4万くると思うんで、どうしようかな、ここできたね、一応これ弓矢倉できたので、火縄火縄をまた作ります、どうしようかな、さっきここに作ったんかな、承知、うん、弓矢倉作れるとこないんですよね、火縄はここを作ってるから作るとこないもんな、まあいいか、じゃあこいつは待機しときましょう、で、リクソンが来たら大使一旦返したい、ここにいいか、はい、じゃあ進行しますね、大丈夫ですか、はい進行、まあここ見てもしょうがないか、こっち見た方がいいか、使者がお待ちです、こういうまた何か来たよ、同盟か、ああなるほど、水着物ですね、それはいい傾向になります、よしこれ多分落ちたね、落ちたよ、武力制圧してましたね、よし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 、東洋で全員ダメか、うわきついな、全員ダメ、ちょっとね、解決欲しいな、捕虜、捕虜を外すやつこいついらんな、こいつもいらん、こいつ欲しい、こいついらん、じゃあこれ捕虜に取りましょうか、であとは解放します、すまない。よし撃破。シュレー軍撃破しました。いいよ。東洋。ダメか。これもあんまり強くないな。まあ解放かな。すまぬ。すごい膨れ上がってきた、勝敗が、勝敗から来るかもしれませんね、これちょっと陣できたかな、あできましたね、じゃあこれ一旦返しましょうか、建設で、弓矢倉これに作っとくか、任せてくれ、呼んだか、が返す、任せろ、でこれも良い曲だな、陣を敷いとくか、どっかに陣作れんのかな、これたやすいことだ、これでいこう、あやっぱり来ましたね、やっぱりね、
だいぶ来ましたね。あれもうこっち側来てる。オッケーオッケーオッケー。じゃあこいつでこれどうすんだろう。これ攻撃してんのかな今。これね、攻撃にするとこいつ逃げた時についていくんですよね。それがよくわからないな。これ今攻撃してんのかな。これ無視、無視、今無視にしてるんですけども、無視にした場合どうなんだろうね。ここにいたら攻撃してくれんのかな。ちょっとその辺がちょっと不明なところはあるんですけどね。じゃ一旦開始時も返しますか。でも9000いるんだよね。何でしょうか。かしこまりました。開始一旦返しましょうか。うむ。あ、なんか決済がありますね。イベント。ああ、今取りましたからね。ちょっとやりましょうか。はい。また経験値がありましたね。よし、じゃあちょっと、これね、あれ逃げましたね、もう。これほんと厄介やわ、ここ。で、これまたね、兵糧がもったいない。わかり申した。そしたら、ここ取りましたので、ですね、どうしようかな。主観を返すかどうか。なんだ。一旦返しますか。任せてもこれでもここからずっと帰っていくの結構大変よね。まあでもしょうがないか。こんなに兵がここに入れないもんね。兵士マックス7万まで入れるか。でも今これで4万ぐらいいるでしょ。5、6、まあ7、まあまあ単純に数えて。酒か。いいだろう。命令かな。承知した。おう。まあ一旦返しましょうか。分かった。で、報奨がちょっとあるので報奨に行って感謝する。で、ね、これ探索、探索はないでしょ。ないね。ね、捕虜がいるんでちょっと登用したいんですけども、どれぐらいか。あー、この辺ちょっと欲しいんですよね、改良。まあまあ頭いいし、ちょっと言っときましょうか。向かおう。でここで内政で、地域内政で一応まあランダムに行きます。まあちょっととりあえず農業で。心得た。はい。はい、そしたらですね、今日はちょっとここで終わりたいと思います。今回はこの武力を一応落としましたので、まあまあ次回はここの国づくりからやっていこうかなと。で今曹操軍がすごく攻めてきてるので、こちら側もちょっと撃退しないといけませんので、次回その辺をちょっと考えていきたいと思います。はい、よかったらまた見てください。バイバイ。